こんにちは。ゆっくりフリースキーです。今回は、トランポリンのロデオ 540 を紹介していくよ。ロデオ 540 は、軸を回転方向と反対の、横方面に倒しながら1回転半するトリック。今回も前回紹介したミスジ540と同様に、背落ちから本番とステップを分解してトライしていくよ。まずは背中落ちで軸を倒す方向と動きを確認。回転のためを作って用意。肩を回転させながらテイクオフしつつ、回転する方向に向かって腰と足を上げて体を反対側に倒す。頭がトランポリンの右上のエリアを向くぐらいの位置に背中で着地。そのまま体の回転を続けるように起き上がって足で着地。これを繰り返してトリックの始まりと倒れる方向の感覚を掴んでいくよ。動きに慣れてきたらジャンプを少しだけ高くして一気に回していくよ。回転のためを作って用意。背落ちの時よりも速い肩の回転と強い足の振り上げでテイクオフ。空中に出たら背中を反らさず足を素早く胸の方まで引きつける。小さくなったまま回転し、下が見えてきたら合わせて着地。肩を回して、足を上げて、引きつけて回る。一連の流れが分かってくると、3D に回転する感覚がつかめてきて、軸の倒し具合や、回転の量とかをコントロールできるようになってくると思うよ。トランポリンでは、回転の量や軸の方向をいろいろな方法でアレンジすることができるので、トリックの練習を通じていろいろな動きを楽しんでみてね。それではまた次回。